こんにちは、こうです。いつもご視聴いただきありがとうございます。先月から始まりましたその月に回したいガチャベスト10ということで、今回は第2弾ということで3月に回したいガチャを集めてみました。ベスト10っていうのもね、なんかおこがましいんで、特に順位は決めてないですが、順番に見ていきましょう。まず第10位がこちら、かわいいミニミニ算数セットですね。小学校低学年になるとこのようなものを使ってた記憶があるんですが、どれを見ても時計が入ってるっていうのはこれ共通なんですよね、きっと。校の学校では確か黄色い時計が入ってたような気がするんだよな。デジタル時計がねこれだけある現在でも、やっぱりこの時計読み方っていうのはやっぱり大事なんですね。こちらは1回400円のガチャです。続いては缶入りワーメマスコットですね。以前缶入りというとおせんべいのやつをね購入して紹介しましたが、今回は飴ですね。中の飴もかなり艶やかでよくできてるんですよね。缶の大きさも42ミリということで、かなりねちょうどいいサイズ感でしょうし、何よりもこの缶が可愛いんですよね。これはぜひ回してみたいですね。こちらは1回300円のガチャです。続いてはキッコーマン醤油ストラップですね。おそらく千葉県内のね小学生は社会科見学で結構このキッコーマンの工場に行ったんではないでしょうか。野田にあるんですけれども、見学が終わるとこの一番右の醤油の瓶をくれるんですよね。この瓶一択狙いでね回してみたいと思います。こちらは1回400円のガチャになります。続いてはビクターヒストリカルミニチュアコレクションですね。こちらは1回500円ということで、高額なガチャならではの造形の良さがすごく気になりますよね。前回販売した時は買い逃してしまっていたので、今回はぜひ回したいですね。ラジカセかテレビ狙いでゲットしてみたいですね。こちらは1回500円のガチャです。続いては猫の純喫茶ということで、ウェーターさんなんでしょうかね、食材を持った猫ちゃんのフィギュアということで、喫茶店のねジオラマを作ろうと思っているので、店員さん役としてこちら回してみたいですね。最低でも2人は必要かな。何が出るか楽しみですね。こちらは1回400円のガチャになります。続いては未来少年コナンアクションロボノイド全4種ということで、アクションロボットと人間のねフィギュアがついてるっていうのが、これはたまらないですよね。人型のフィギュアはいろんなものにも使えますし、動きのある可動タイプのねフィギュアっていうのはすごく好きなので、これはぜひ回したいですね。こちらは1回500円のガチャになります。ここからラスト3つはケンエレさんになりますね。こちらはプレミアムフルーツミニチュアコレクションですね。高野さんや千引屋さんといったすごくね高級チックな果物がたまらないですね。箱の造形もいかにもありそうですし、中身の出来もケンエレさんのだけにねすごく期待が持てると思います。こちらは1回500円のガチャになります。続いては駄菓子屋キャラクターマスコットですね。タラタラしてんじゃねえよのねキャラクターとか、あとカエルは多分あれですよね、キャベツ太郎のキャラクターですよね。うまい棒とよっちゃんイカもかなり気になりますね。これはもうほんとどれが当たっても外れじゃないですよね。これは複数回したいな。こちらは1回500円のガチャになります。続いての回したいガチャは焼肉キングミニチュアコレクションですね。これはまたすごく気になりますよね。焼肉屋さんのミニチュア、これは回したいですよね。サイズ感がどのくらいなのかはすごく気になりますが、これ焼肉屋さんのジオラマとかも作れちゃいそうですね。こちらは1回500円のガチャになります。3月に回したいガチャ、最後に紹介するのはもちろんこちら、純喫茶ミニチュアコレクション純喫茶のある風景第2弾ですね。前回ほどレトロ感はないというか、
割と今時の喫茶店の内装っぽいような気もしますよね。ただこのシートの感じとかはかなり好きですね。テーブルやコーヒーたちがどのぐらいのサイズ感かっていうのもすごく気になるんですよね。コーヒーを並べられるサイズだと本当嬉しいんですけどね。こちらは1回500円のガチャになります。最後にちょっと気になるものを見つけたので紹介したいと思います。結構ね、ミニチュアとかを集めてる方はバービーちゃんだったりリカちゃんだったりっていうね、フィギュア集めてる方多いと思いますが、今回はマリオとのコラボレーションみたいですね。これついてくるミニチュアなんかもすごくいいんですよね。さすがにこうは買いませんが、欲しい方はぜひ予約してみてはいかがでしょうか。はい、というわけで前回2月に回したいガチャベスト10もね、多くのご視聴いただきましたので、今回3月のね、回したいガチャも紹介していきましたが、いかがだったでしょうか。最後にね、ちょっとおまけの方も入れましたけれども、3月はねこんな感じのラインナップを回していけたらいいなって思っています。過去の紹介動画やレビュー動画に関しましては再生リストの方を概要欄の方に貼っておきますので、よければそちらからご覧になってみてください。今後もね、ガチャガチャミニチュア動画たくさん出していきますので、よければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。こうでした。またねー。